どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人、エルザです。ついにバージョン 2.5 後半も終わりに近づき、合わせてレイさんのガチャも終了間近となっていますね。攻撃できるヒーラーということで盛り上がったキャラではありますが、他の耐久枠との比較も多かったキャラかなと思います。しかも次回の復刻でアベンチュリンが来るのが確定してますので、まだまだガチャを迷ってる人たちもいるのかなと思います。そこで今回はいろんな編成や高難度でレーサーを試してみて、キャラの使用感から注意点まで紹介をしていきたいと思います。アベンチュリンやホホとの違いについても触れていますので、ガチャの参考にしてもらえれば嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずレーサーの使用感について簡単に説明をしていきたいと思います。まず一つ目。レーサーに関しては、ジターンとフーユアンで回復と攻撃を大量にこなせるヒーラーとなっています。レーサーのスキル、必殺技に関しては全体となっているため、回復と攻撃が行える非常に優秀なキャラとなっています。常に全体を管理して行動ができるのが扱いやすいポイントというところですね。また、フーユアンも独立しているところがいいところで、緊急時はレーサー本体が浮かなくても回復の提供ができるのが嬉しいポイントとなります。ここに関してはかなり使い勝手のいいキャラとなっていました。続いて2つ目。運用自体は超撃破以外でも使えるが2番手の位置づけになるというところです。これは一通り試してみた感想というところですね。レーサーに関してですが、やはり超撃破に戻ってくるなという性能になっていました。その他に秘書や弓をメインとした編成も使っていますが、2番手止まりの性能に落ち着くというのがありましたね。どうしてもアベンチュリンやホホには勝てない部分というのがありました。ただ、超撃破編成にはレーサーがいると虚構助手の適性がぐっと上がるという一面もありますので、性能的には超撃破に必須級な性能となってます。他に関してはもう適性がいるので、そこに無理やり入る必要はないというところですね。それでは、その他の使用化についてです。フーユアンの行動順を意識すると回復だけでなく攻撃の回数などもコントロールができるようになるのがいいところでした。場合によってはレーサーだけで全体の人生削りができることもあるぐらいです。炎弱点持ちの敵なら問答無用で相手を潰せるヒーラーとなっていますので、とても高性能といったところになります。まあ、使っててそこまで不快に感じる部分はなかったなっていうキャラになってます。それでは、レーサーの戦闘での強みなども話していきたいと思います。強みのポイントとしては3つです。まず1つ目は高頻度の全体攻撃が強いっていうところです。レーサーに関しては、フーユアンと連携ができるっていうところがあります。なので、フーユアン、自分、フーユアン、必殺、みたいな行動ができると、高頻度の全体攻撃が可能となります。これで相手が炎弱点持ちだったら、一気に人生を削ることができるんですよね。レーサーに関しては、こういった行動ができることもありますので、あえて必殺技を待つという選択も必要なキャラとなっています。ただ、その分火力も発揮しやすいっていうのがありますので、このあたりは強い点かなと思います。続いて2つ目、超撃破で火力を発揮できるというところです。高頻度の攻撃ができれば、あっという間に弱点撃破が狙えるというのがありますので、場合によっては超撃破を連発で起こすことが可能となっています。しかも、レーサーに関しては撃破特攻を盛る必要がありますので、それも相まって火力が出しやすいというのがありますね。続いて3つ目、封印腕で緊急事態を回避できるというところです。レーサーが動けなくなった場合でも、フーユアンの行動順が来れば、デバフの回復は可能となっています。これは行動制限デバフ持ちの敵に対してとても有効なんですよね。意外と安定感が上がる要素となってますので、強みとして十分なところかなと思います。レーサーの強みとしては、フーユアンとの連携で火力と回復の両方をこなすことができるのはかなりいいところかなと思いますね。また、炎弱点持ちなら強気でいけるのもヒーラーとしては嬉しいポイントかと思います。攻撃できるヒーラーってなかなか重宝しますからね。この点は強いと思います。それでは強みも一通り分かったところになりますので、レーサーの弱みについても話していきたいと思います。こちらもポイントは3つあります。1つ目、SP 管理が意外と難しいというところです。レーサーのフーユアンに関しては他の召喚物と違って行動回数が決まっています。それに合わせてスキルを使って行動回数を増やす必要があります。召喚物の中でも制限があるキャラとなっていますので、SP 管理が意外と難しい一面がありますね。これに関しては、超撃破編成を使うとわかるんですが、意外と SP が足りないっていうことがあります。EP 回復とのバランスが非常に大事なキャラとなっていますね。続いて2つ目、火力を出すには条件があるというところです。
連鎖に関しては火力を出せるヒーラーっていうのはあるんですが、火力を出せるシーンっていうのは超撃破か弱点撃破をした時のみとなります。この点が連鎖の火力を出す条件となるんですよね。そのためそれ以外の時に人生値があるとダメージはほとんど通らないっていうことがありますので、火力を発揮するまで時間がかかることもあります。こういった条件を満たす必要がありますので、編成によっては火力を発揮できないということがあります。続いて3つ目、封印の依存が高いっていうところです。レーサーに関しては自身の攻撃で回復だったりとかもできるんですが、封印の行動回数によって回復と攻撃頻度のバランスが取れているっていうのが強みになります。逆を言えば封印の行動数を維持していないとバランスが崩れてしまって安定感が落ちるっていうのも言えます。そのためレーサーのターンが来た時に封印の動きをよく見てスキルを使用する必要が出てきます。ここも相まって SP 管理が難しかったりもしていますね。レーサーの弱みとしてはレーサー単体だけではなく封印の影響も考える必要があるため、手動の際は特にスキルの発動タイミングが重要となります。ちょっと間違えただけで封印が消えるってことがありますので、このあたりは注意してください。続いてはレーサーの高塩水異物ステータスガイドについて話していきたいと思います。まず高塩水についてです。優先度としてはモチーフの赤日の香りは今もなお、続いて何が誠か、3つ目は教訓の夜、4つ目は手術後の会話となります。高塩水の優先度に関してですが、撃破運用なら撃破特攻を盛ること、それ以外の場合は EP 回復を優先っていうところになります。レーサーに関しては撃破特攻を上げることにより治癒量などがアップする自己バフがあります。そのためなるべく欲しいところになるんですよね。また撃破特攻運用の場合火力減となりますので、火力を出すなら持っていきたいっていうところがあります。ですがそれ以外の運用の場合は火力が見込めない可能性がありますので、 EP 効率を上げて必殺技をガンガン回す方が効果的っていうのがありますね。なのでレーサーの運用によって高塩水を変えるっていうのがいいと思います。ただ個人的には何が誠かを装備してて特に問題はなかったなっていうところです。続いて異物のオーナメントについてです。こちらに関しては超撃破運用なら鉄器と豪華がおすすめです。もちろんこの組み合わせに関しては運用を超撃破に絞るならこの2つっていうところです。この弱点もつけるので意外と安定した火力を提供できるようになります。またそれ以外の編成で運用するとなると火脚と戦士を活用する方が味方に恩恵がありますので、このあたりの組み合わせは変える必要があるかなと思います。特に敵の炎弱点持ちかどうかで豪華の効果が変わってきますので、このあたりの扱いが難しいところかなと思います。続いてメインステータスについてです。メインステータスに関しては胴体は治癒量、靴は速度、弾は攻撃パーセント、縄は EP 回復撃破特攻となります。撃破特攻が十分足りてるようであれば EP 回復でも十分です。サブステータスの優先度です。撃破特攻、速度、攻撃、HP 防御となります。多少は耐久面持っとく方がいいですね。続いてはエンドコンテンツのためのステータスです。こちらは自分がクリアするときに必要としていたステータスですね。まず HP に関しては3800以上あると安定感がありました。攻撃に関しては2100以上ですね。撃破特攻に関しては 160% 以上あるといいかと思います。ここに関しては後ほど注意があります。速度に関しては130以上です。まず撃破特攻に関してですが、味方のバフ量に合わせて 200% を超えるように調整するようにしましょう。なので調和主人公であったりルアンの異物やバフ量によってはこの数値が下がるということもあります。100で足りる人もいるかもしれないですね。一番はレーサーの戦闘中で数値が満たせてるかどうかっていうのが重要となります。続いて速度に関しても130で問題ないかなと思いますが、なるべく速い方が良かったりもしますので130以上を目指すのもいいかと思います。それでは装備の話もできましたので、モチーフ高塩水の必要性についても話していきたいと思います。モチーフ高塩水の赤日の代わりは今もなおですが、こちらの性能としては結構いい性能になってますよね。まず装備するだけで装備キャラの撃破特攻がプラス 60% されます。しかも必殺技で敵を攻撃すると専用デバフを付与して敵が受けるダメージを 10% アップしてくれます。さらに装備キャラの撃破特攻が 150% 以上になってた場合は敵の受けるダメージがさらにプラス 8% されるというところがありますので、単純に火力アップが見込めるようになるんですよね。味方にも恩恵がでかい高塩水かと思います。ではこちらの高塩水性能的にはなかなかいいところですが、強みっていうのを見ていきたいと思います。
まず強みとしてはステータスの確保と追加デバフが付与できるというところですね。撃破特攻が装備するだけで 60% もアップするため、より自己バフを得やすいというのがあります。さらに超撃破でも火力を出しやすくなるというポイントがありますね。またデバフも受けるダメージが上がりますので、超撃破だけでなく他の編成でも火力面でサポートができるようになります。より味方の恩恵が上がるっていうところではかなり強い部分かなと思いますね。ではこちらのモチーフ公演水必要性についても話していきたいと思います。こちらに関しては替えの公演水でも十分賄えるっていうのがあり、凸の方がより強力なため引くのはちょっと考えるところかなっていうところになります。レーザーのモチーフに関してはより味方の火力を上げるにはとてもいい公演水かなと思います。ただし使い回しがしづらく、撃破特攻の数値を上げるだけなら何が誠かで 48% もアップできるため必要性が下がっていくんですよね。ただこちらに関しては貫突をする必要があるので、ちょっとしたハードルは高いところかなと思いますが、撃破特攻を目的となると星4でもいいんじゃないかという話になります。また突をすると弱点撃破効率がプラス 50%、 さらに敵を撃破時に防御マイナス 20% とされるため、こちらの方が性能的には優先したいところになるんですよね。単純にレーサーの性能が上がりますので、より超撃破のダメージであったり味方の火力を上げることが可能となりますので、突の性能的にもモチーフの優先度が下がるというところがあります。ちなみに僕は無凸で使っていますが、そこまで弱いと感じたことはないですね。むしろちょっと超撃破の時にダメージが出すぎて笑ってしまうってことがあったので、このあたりはレイさんの活用方法次第かなと思います。まあ、弱い公園性ではないっていうところです。ただ他のところが強すぎるっていうところですね。それでは編成とキャラの注意点についても話していきたいと思います。紹介する編成としては3つです。まず1つ目、ホタルメインの超撃破編成ですね。メンバーとしては、ホタル、調和主人公、ルアン、レイサーとなります。よく見る編成ですね。こちらに関しては、レイサーの加入で複数への適性と火力が大幅にアップしたというのがあります。どれくらい適性が上がったかというと、虚構叙事で満点取れるぐらいですね。全然性能が変わります。ただし、SP 管理がめちゃくちゃ難しくなりますので、その点だけは要注意ですね。ルアンにモチーフ公演性を持たせていても足りないっていうことがあったりしますので、意外とバランスが難しい編成というとこです。 SP 管理に気をつけてください。続いて秘書メインの追加攻撃編成です。こちらは秘書なのかロビン、レイサとなります。アベンチリンと入れ替えっていうとこですね。まあアベンチリンについて正直レイサは相性がいいかなと思います。追加攻撃によって他の味方と連携が取れるためですね。7日の部分をトパーズにするとなお相性がいいのかなと思います。ただウーリュアンの行動順アップはレイさんのみとなりますので、その点は注意が必要ですね。またこの編成をする場合は異物にも注意が必要です。衝撃破編成用の異物を使っているとダメージが下がったり、回復面だったり味方のサポートで劣る部分が出てきますので注意が必要となります。続いて3つ目、ジェイドメインの虚構叙事特化編成というとこです。これもこれでなかなか強い編成でしたね。編成としては、ルワン、ジェイド、ヘルタ、レイサとなります。ヘルタの部分を姫子にしたりするといいかと思います。こちらに関しては、全体尽くしの編成で回復しながら人生削りと攻撃ができるというのもいいところですね。そういった点では非常に相性がいい編成となっています。また、レイサとジェイドの火力によって、ヘルタの追加攻撃の起動ができたりもしますので、そういったところも相性がいいところですね。意外と虚構叙事の適性が高いので、この編成が使えるのは楽しいところかなと思います。まあ、編成に関してはこの3つが一番いいかなというところですね。あとは読み編成でも扱いやすいっていうのがありますので、そちらの活用もいいかと思います。それでは編成の話もできましたので、キャラの注意点についても話していきたいと思います。今回キャラの注意点でピックアップしたのは、アベンチリンとホホですね。耐久枠最強候補の2人とレイサの違いっていうところになります。まずアベンチリンとホホのいいところをまとめておきたいと思います。まずアベンチリンですが、バリアと火力面で圧倒的な強さを持っています。アベンチリンは高頻度のバリア付与によって SP 節約をしつつ、デバフ抵抗もアップできるため、レイサーとは逆の性能になってるんですよね。ですがアベンチリンめちゃめちゃ強いです。しかもレイサーと違って超撃破とかそういうことをしなくても安定した火力が出せるっていうのがありますので、意外と隙がない耐久枠となってます。特に追加攻撃編成に入れると相性がいいキャラとなっていますね。
続いてポホです。ポホに関しては回復とデバフ解除だけでなくバフもあるっていうところです。このバフがあるっていうのが一番の魅力ですね。まあ、ポホに関しては役払いによって味方のターン依存で回復ができるっていうのが強みです。そのため非常にコスパがいいっていうのがあるんですよね。コスパがいいと言っていますが、まあ、プラマイゼロっていうところです。ただそれだけでなく必殺技による EP 回復と攻撃バフがありますので、味方の援護ができるのも非常に強力なんですよね。この点に関しては編成によっては霊差よりも上になりますので、こちらも構造としてなかなか強力なキャラとなっています。特に持続編成の場合はポホが圧倒的に有利になりますね。ではこの2人と霊差についても話していきたいと思います。まずこの2人に関してですが、もともと霊差よりも強い部分っていうのがあります。まあ、バリアだったり火力面、あとはバフっていうところですね。霊差にいないところを持っています。それを発揮できる追加攻撃編成や持続編成といった場合は霊差が必ず劣るようになっています。どうしても勝てないっていうのがありますね。ただしこれが全く悪いっていうわけではなくて、霊差に関してはこの2つの編成で使えないっていうわけではなく、2番手に選べるような性能になっています。なので実は使い回しとしてはめちゃくちゃ優秀なキャラになるんですよね。しかも衝撃派編成となった場合はこの2人よりも圧倒的に適性が高く、替えの候補としてどちらかというとギャラガーが出てくるんですよね。そうなってくるとアベンチュリンホホって特化した編成には相性いいんですが、それから外れた場合ちょっとだけ適性が下がるってところになります。この適性の高さっていうのを考えると、意外とどの編成でも高い水準で使えるっていうのがレイさんの魅力になるのかなと思います。グラフにすると山なりっていうよりかは横並びっていう感じなのかなっていうとこですね。なので今回耐久格の耐久枠この2人で挙げていますが、今後はここにレースとも横並びになって3つの耐久枠の候補っていう風になるのかなと思っています。まあ、それぐらいの性能はあるのかなと思いますね。それでは最後になります。バージョン 2.5 後半でのレーサー最終評価をしていきたいと思います。3つの項目で話していきたいと思います。まず1つ目、レーサーを一通り試してみての感想というところですが、火力と回復が両立できるヒーラーだったなと思います。特に回復面においては封印腕の管理さえできれば十分に回せますし、火力においても超撃破編成で活躍ができることを考えるとめちゃくちゃ使い勝手のいいキャラだと思いますね。正直使ってて火力面と回復そこまで不満はないです。まあ、SP 管理が難しいっていうのはありますが、使っててとても使いやすいキャラだなと思いますね。またレーサーに関しては異物と光遠水で編成の適性を変えることも可能となってますので、活躍の幅が広いキャラとしてとても優秀なのかなと思います。まあ変えなくてもそれなりに火力とか回復の安定感は高いので無理に変える必要はありませんが、そういった適応力の高さもあるっていうのがいいところですね。限定法上として結構いい性能かなと思ってます。それでは実装から一通り試してみてのガチャ判断をしていきたいと思います。こちらに関しては限定耐久が2体揃っていないならおすすめっていうところです。まあ、耐久枠の揃い具合で判断するのがレーサーは一番いいのかなと思います。ここの枠に関しては無理に引くっていうのは難しいですからね。多すぎても困るのかなと思います。ただしこの言い方をする理由としては、次回の復刻でアベンチュリンが確定してしまってるからです。アベンチュリンが本当強すぎるんですよね。でアベンチュリンを引く予定がなければレーサーは抑えておいてもいいのかなと思います。これに関してはちょっと次話すところが影響しています。耐久枠として衝撃派では間違いなく活躍ができるっていうキャラになりますので、そういった点では欲しいですし、アベンチュリンを引かないのであれば追加攻撃編成とか読み編成では活躍ができるキャラとなりますので、引いてて損はないのかなと思います。それでは最後個人の感想として話をしていきたいと思います。ここに関しては 2.6 以降の予想もしながら話をしています。まずこちらに関してですが、撃破特攻キャラブームが来ているので引いておきたいキャラっていうところになります。まあ、ブートヒルの登場から撃破特攻キャラが増えてきている傾向にありますよね。次回のランハに関しても公式の方で情報が出ましたが、撃破キャラとなっています。しかも知恵の撃破特攻なんですよね。そうなると超撃破が絶対強いはずなんですよ。ってなってくると一時はまだ撃破ブームが続く可能性があります。特にバージョン 3.0 以降にならないとこの辺りは大きく変わらないのかなと思ってます。なので個人的にはレーサーは引いておいて損はないのかなと思いますね。
先ほどのアベンチリンとホホとの比較でも話しましたが、そこに撃破特攻の耐久枠として横並びになるキャラではありますので、正直引いてても損はないのかなと思ってます。それぐらい使い勝手がよく強いキャラかなと思っていますので、個人的にもおすすめができるキャラなのかなと思ってます。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。